焦げパンマル秘話。これはかまどに入る前、後に1日限定20個のアンパンになるはずのパンたちである。どれにしようかな。ところが、焼き上がり、暑くて暗いかまどの中に30分。そこで何があったかは焦げパンしか知りません。あれ、一個足りないぞ。遅いよ。こうして焦げパンができました。今日もどこかの隅っこに焦げパンがいるはずです、うん、もしももしもあの時焦げなかったら。みんなすごい素敵。エリートアンパンとしてみんなに羨ましがられて、すぐにお買い上げ。なんて理想のパン人生。でもあの時焦げなかったら、クリームパンと牛乳飲んだり、みんなと会うこともなかったかもしれない。もしもって考えて何かが変わるわけじゃないしね。まあ人生そんなもん。おう、春になんとなく思ったこと。終わり。